おはようございます。ケンです。おとといと昨日と、イーロンさんが社員全員に向けて行った全社員ミーティングについて、その内容をお届けしました。もうご覧になられたでしょうか。まだご覧になられていない方は、まずはそちらの動画をご覧になってもらい、今日の内容をご覧になってもらえればと思います。 一昨日と昨日の動画に関しては概要欄に記載していますので、まずはそちらご覧になられてください。そして今回のミーティングで、やはり一番僕的にインパクトがあったのは、イーロンさんが社員に対して株を持ち続けろと強く呼びかけたあの発言です。あれはかなりインパクトがあったんではないでしょうか。 では、その発言を受けて、市場はどう反応したのでしょうか株価は上がったのか下がったのかそして個人投資家やウォール街のアナリストたちは、今回のミーティングをどう見たのか今日はその答えを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。まずは、イーロンマスクさんが全社員ミーティングで語った内容と、その背景から振り返ってみましょう。 このミーティングではテスラ社内向けに木曜日の夜 X 上でライブ配信されました。その中でイーロンさんは社員たちにこう呼びかけました。株を持ち続けろと。テスラ株は上がったり下がったりするが実際には同じ会社だ。ただ人々の未来に対する見方が変わっているだけだと。なぜこのような強いメッセージを出したのかというと テスラの株価はここ数ヶ月で大きく下落しているからなんです。2024年の12月の高値からはおよそ半分の水準にまで下がっていて、今年に入ってからは9週連続で下落していました。さらにテスラは世界各地で販売不振に直面しています。アメリカ、中国、ヨーロッパといった主要市場で売り上げが落ち込み、ブランドイメージも政治的な要因でダメージを受けていました。 ヨーロッパではショールームへの抗議活動や充電ステーションの破壊なども報告されています。このような状況の中でイーロンさんは改めて自社の価値を社員に伝え信頼をつなぎ止めようとしたわけです。続いてはこのイーロンさんの発言を受けて市場がどう反応したのかを見ていきましょう。まず株価の動きから見ていきます。 イーロンさんが全社員ミーティングで株を持ち続けろと語った翌日、テスラの株価は5%以上の上昇を記録しました。この反応は一時的なものかもしれませんが、少なくともミーティングが投資家の心理に影響を与えたことは間違いありません。実際、ウェドブッシュ証券のアナリストは、この動きを非常に重要な一歩と評価しています。 彼はマスク氏が空気を読み、社員と投資家に必要な安心感を与えたとコメントし、目標株価を550ドルに据え置いています。また、個人投資家の動きにも注目です。JP モルガンのデータによると、テスラ株は13営業日連続で個人投資家の買い越しが続いていて、その合計はなんと約80億ドルに上ります。 これは2015年以降で最大規模の買い越しであり、イーロンさんを信じる投資家たちが今もテスラを支えていることがわかります。さらにモルガン・スタンレーのアナリストもテスラをトップピックとしながら目標株価を430ドルから410ドルにやや引き下げた上で短期的な納車減少は長期的な成長ストーリーを崩すものではないとコメントしています。 つまり市場の反応は完全に楽観的ではないものの、イーロンさんの発言やビジョンに一定の信頼が戻ってきたことは確かです。次はそんな前向きな動きの中で、なお残っている懸念点について見ていきましょう。確かにイーロンさんの発言をきっかけに株価は一時反発しましたし、個人投資家の買いも続いています。 ですが、それでも市場が完全に安心しているわけではありません。ここからはまだ解消されていない懸念点について見ていきましょう。まず大きいのは販売不振です。テスラはアメリカだけではなく中国、ヨーロッパでも販売台数が落ち込んでいます。特にヨーロッパではブランドイメージの悪化も重なっていて、 フランスやドイツといった主要市場での販売低迷が続いています。その原因の一つがイーロンマスクさんの政治的な発言や立場です。テスラ社が政治的なシンボルとみなされるようになり、欧州ではショールームへの抗議や充電ステーションの破壊といった過激な行動も起きています。 また、テスラ社を手放す動きも加速しています。CLBC によると、2025年3月は、新車中古車問わず、テスラ社を他のブランドへ乗り換えるケースが過去最高ペースで進んでいるとのことです。さらに、ライバル企業も構成を強めています。例えば、ルーシッドは、テスラ社の下取りで4000ドルの割引キャンペーンを実施し、顧客を奪おうとしています。つまり、イーロンさんのメッセージによって、 一時的な反発はあったものの、テスラが直面している現実的な課題は根深く残っているというのが今の市場の見方です。では、こうした逆風の中でも、テスラは今後どのように成長をしようとしているのか、イーロンさんが語る未来のビジョンについて次のセクションで見ていきたいと思います。 はい。ということで、ここまでイーロンさんの発言とそれを受けた市場の反応、そしてテスラが抱える懸念点を見てきました。では、そんな中でテスラは今後どうなっていくのでしょうかイーロンさんは今回の全社員ミーティングで今後のテスラの成長戦略についても言及しています。キーワードは完全自動運転とロボティクスです。 まず注目されるのがロボタクシー、サイバーキャブです。このプロジェクトはすでにプレ生産段階に入っていて、カリフォルニア州で社内によるライトシェアのテスト運用が始まっているとのことです。そしてもう一つが人型ロボット、オプティマスです。 このロボットは現在、フリーモント工場での生産が開始されており、2025年中に5000体、そして2026年には5万台の量産を目指しているとイーロンさんは述べています。 さらに、イーロンさんは、こうした新技術に対応するために、テスラの組み立てラインそのものを完全に再構築すると宣言しています。次世代の工場では、従来の自動車製造よりもはるかに早く、車もロボットも生産できるようになるという構想です。 こうしたビジョンが実現すれば、テスラは単なる EV メーカーではなく、AI やロボティクスを中心とした未来型企業として、全く新しいフェーズに突入する可能性があります。もちろん、これらのプロジェクトはリスクも大きく、すぐに収益に直結するとは限りません。しかし、長期的に見れば、こうした未来への投資こそが、今後のテスラの評価を左右する大きな鍵になっていくと考えられます。 それでは最後に今回の話を踏まえて皆さんに問いかけをして締めくくりたいと思います。今日はここまでイーロンさんの全社員ミーティングとそれに対する市場の反応、そして今後のテスラの行方についてお話をしました。今回のミーティングをきっかけに株価は一時的に上昇し、個人投資家の買いも活発になりました。 しかし同時に販売不振やブランドイメージの悪化、そして競争の激化といった課題も依然としてテスラを取り巻いています。イーロンさんが語る未来、ロボタクシーや人型ロボットがどこまで現実のものになるのか、それが今後のテスラ株にとって最大のポイントになるかもしれません。そういったことを踏まえて皆さんにお聞きしたいと思います。あなたは今のテスラ株についてどう思いますか イーロンさんの発言を信じて、 持ち続ける派でしょうかそれとも今は様子見と考えてい、るのででしょうかよかったたらコメントで教えていただければと思いますはいといとうことで本日の内容は以上となっております。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますのでチャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございま テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまたはい、では昨日アンケートの結果を見ていなかったので今日アンケートの結果を見たいと思います先週の結果ですがテスラ株は先週末は249.98ドルで今週末が248.71ドルということで正解はあまり変わらない。 となっておりますでは、アンケートの結果を見ていきたいと思います。今回は597票いただいております。ありがとうございます。結果としては、上がると答えられた方が一番多くて48%、そして正解のあまり変わらないの方が13%となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、残念ながら全員不正解という結果です。 そしてこれに伴い連続正解ですが、AW139MK2 さんの記録も6週連続でストップ。そして EM さんも5週連続でストップとなっております。いやー、残念ではありますが、テスラ株も連続で、ね、下げていましたので、ようやく一段落という感じになっております。そしてこのアンケートですけれども、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。 株式投資には株価予想などいろいろとあると思いますが実際に毎週毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるか下がるかそれがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。 僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしら根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になられてみてください。 そうすることで、そういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメント欄を通じて、参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりしてみてください。そしてコメント欄を通じて、ご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、昨日からアンケートもしていますので、ぜひ皆さん参加の方よろしくお願いいたします。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。はい、ということで今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。 素敵な一日をお過ごしくださいではまた